それではね、先ほどは2位層を逃しちゃいましたんで、悔しいからもう一回3人打ちに進めていこうと思います。自由対戦、ランダムで。大体いい今回も5分ぐらいでゲームは終わると思いますね。トンパツ、ドラガチーソーはさっきと同じですね。はい、Q1 から切っていきましょうか。はい、パーピンがもうすでに枯れムードですけどもリアン、あ、これでいいですね。あ、もうカンチーソーの、 ドラタンキっていうかドラカンちゃんか。さすがに霜が、ほら、想像の一色手みたいなのやってます。これあまり位置かけていいでしょう。数値いそになりました。え、うん、どうでしょうかね。まあ、霜からち、あの、あ上がれたなんでだろう。いやー、なんで打ってくれたんですか <laughs> 不思議ですね。はい。親番、継続です。なかなか整った点になりましたね。 一通というか一通含みというかうわあ、ちょっと嬉しい感じになりましたリャンピアンはちょっと使いえそうなように切りましょうか、はい、あこれはいいですね自然とカンパーピンが欲しい形になってきましたあーなんでリーンすんのパーピン入ってはいパーピン入りました 位置かかけまましょうか、まあ、サブローピンあたりじゃないですかこれほらああやられた残念でしたきめ細かいですねもう逆転されちゃったあでもまたいい手がきましたねはいじゃあこれも軽やかに決めていきたいところかなとうん ローピンが引きたいですね。これはね。まあ引けるでしょう。ローピンごときは。あら、残念でした。早、はいはい。万がんやられたか。これでオーラスになるんじゃないですか。はい。トップが狙えなくもないかなっていうこところですけども、どうでしょうかね、うん。まあまあ自敗が多くて扱いにくいかな。これは泣かない方がいいでしょう。 おなるほどね。これは一色手に行った方がいいですね。トップを狙うなら。はい、これを泣いて、3層か数層のいずれかが泣けると楽なんですが、まあこれでもいいですかね。2層、6 9層。なかなか広い受けになりました。はい、言うことないですね。トイトイがつけば、まあ一番いいんだけど、これでまあしょうがないか。漫画で逆転は何とかできたでしょう。はい、結構です。 はい、優勝できました。3分で終了ということになりましたね。お後がよろしいようで。